こんにちは。確かに全ての人が時間を持っていますよね。特別な例を除いてみんな時間を持っています。でもなんで時間がないんでしょうね。それは時間の使い方を間違えてるんですよね。全く自分の人生に有益なものに使えてない。そして無益なものに一生懸命使っちゃってるんですよ。なんかね、振り返ってみたらなんであんなことしたんだろうみたいなことって結構あると思うんですよね。で あの時はあれで良かったんだっていうのは自己正当化が始まるから結局その無駄な時間っていうのはね繰り返されるんですよねうわーこれしまったもう本気で後悔したわ本気でこれ反省したわっていう風な瞬間を持てばもう似たような無駄な時間の過ごし方はしないと思うんですよで結局無駄な時間の過ごし方をしないから自分の希望欲望これは全部叶っていくっていうことになると思うんですよね自分の願いが叶わないってことは自分の願いを叶えるための時間を使ってないってことに他ならないですからね ウルトーはねこんなこと言ってるんですよ追いいかけ続け続る勇気さえあれば夢は必ず叶います。そうなんですよ夢とか希望って追いかけるる勇気がなくなくんですよ。このまんま手を伸ばしていっても頑張ってももしかしたら手に入んないかもしれないとしたらこの努力無駄なんじゃないかなっていうふうな恐れがあるんですよねだから続けることに勇気が必要だし続けた以上やる以上は成功させるっていうふうな勇気が必要なんでしょうね 勇ましい気持ちのことですからだからやっぱり高ぶる気持ちを抑えちゃダメだしその勇ましい気持ちってのは他の人に消されるようなしょぼいもんであってはいけないですよねら何がしかの反対意見とか規制とかがあってやめるようだったらそれは本当に自分がやりたいことではないんですよね一体誰の目を気にしてどんな他人が自分よりも大切な意思を持っているんでしょうかねえ実はね私ねこういうまご相談っていうかねお話しいただいたのがつい最近なんですよというのがその人は ある宗教に関わっていてその宗教を真面目にやってるらしいんですよでそこで気づいたこととかすごく大切な教えをあの人を助けるためにね使っていきたいそれをビジネスにしたいんだっていうふうに言われてました、まあ、つまりいろんな世の中の困ったことを自分なりの解釈でその宗教の力をね、えー、少し借りながら人の問題解決に役立てようとしたんですよねそしたらその宗教の偉い人が「宗教そんなことに使ってはいけません!」 宗教の教義はお金儲けのために使っちゃいけませんとか言うわけですよでももう言わなくても分かると思いますけどもその宗教自身がその宗教をお金に使ってるんですよね。それはお布施を集めたりとか寄付を集めたり託圧したりとか、うん、やっぱりこう宗教上の特権によってその宗教法人だったらね非課税になったりとか。 だから一番金に対して宗教を使ってるやつらが何言ってんのみたいなそれは商売を独占したいだけじゃないのとは思いますけどもでもそういうこと言われるとそれに従っちゃう人自分の意思がせっかくあんのにその組織の理論を優先する人っているんですよねまあこれはでもどこでもそうか、うん、自分の意思っていうのを、うん、曲げてで,ですね組織の理屈で動くっていうのは「その空飛ぶタイヤ」っていうねドラマでもありましたよね、うん、あの例のリコール問題とかですよ 組織が存続することを優先するがために個人の正義感が後回しになってまあ潰されていくって感じですか。まあそこには個人の善悪っていうのが確かに気づいていたんですけども組織の理論組織のこう何方便っていうのにまあ個人はあまりでも無力だったってことでしょうね。やっぱりねそういうふうな内部告発これを貴重なものとして勇気ある行動として称えないといけないんじゃないかなと思うんですけども。 逆に内部交差するような人を雇いたくないよみたいなね、まあ、そんな組織ばっかりですよねまあ、それもしょうがないのかなと思うんですけど、ねいらっしゃい